お願いします。正気坊主の動画作るの久しぶりですね。まあ引っ越しやら何やらがあって結構アイフリでした。まあ携帯電話で坊主やってたんですけど、でもちょっと動画あのパソコンで動画作るの久しぶりなんですよ。光回線開通して、それからもね、いろいろあのやることが多くてね、なかなか動画作る時間がなかったというか、まあ時間あるんですけど、おっ、まあまあまあ、これはでも四間飛車にして8六角から、ああー2分30秒。あ、それから皆さんにお知らせなんですけど、 YouTube のアカウントの名前を変えました。今までアプリコソイリっていうアルファベットでね、アプリコソイリっていう風に読める、あの APRICOSOIRI ですか、そういう感じだったんですけど、ちょっとね、やっぱりさ、歩き人っていう名前、名乗っておきながら、あ、これ一回ここに草木、拠点作っときたいな。どうしようかな、ここで仕掛けるか。6五歩、同歩、同銀、同銀、同桂。いやー、どうだろう。まあ、行っちゃうか。アプリコソイリから歩き人に変えましたんでね。今まではさ、まあ、知ってる人はね、アプリコソイリっていう あれ見て、ああ、歩き人さんいらっしゃいみたいな風に言ってくれましたけど、でもさ、知らない人はさ、歩き人とアプリコソイリっていうのは結びつかないじゃないですか。それだとさ、ちょっと分かりづらいよねって思ってたんで、これどうしようかな、6四銀かな、こりゃ。ちょっと攻めが重い気もするけど、で突き出して同銀、いやどうだろう、打って同銀同銀、いや突き出して同銀、まあ突き出すか、同銀同銀同金、同銀同銀、あ、同飛車とするか、あーでも一回打つか、いやでもここは銀じゃなくて桂馬跳ねたいとこだから、ちょっとなんかですけど、まあ、とりあえずね、アグルキビトというね文字を見ても、決してその乗っ取られたわけではありませんので、その辺はね、分かってもらえればと思う。これ、角上がるしかないかな。なんかしょぼいですね、なんか。相手の王様をこう引っ込めた割には、あ、これ飛車で取って。ああ、そうか。そうだな、言われてみれば。こっち行くか。なんか、ああ、そうかそうかそうか。ちょっとこれは、もう角打つか。ああ、でもダメか。あらゆる記者打たれ。ああ、ダメだな、これ。ひどいな。1分。角打つしかないか。まあでも、5五角。あ、でもそれ5四歩とされるのかな。5四歩、ああ、そうか、そこでね。いや、ここはし、あ、でも、待って、これ2六歩ついてたよね。やば、何やってんだ。やば、これ全然ダメやん。なんか、最近4人将棋ばっかりやってさ、普通の将棋やってなかったんで、全然その普通の将棋感覚が、もう忘れちゃったよって、これもう気上がるか。あ、でも飛車打たれてダメか。いや全然全くダメですね。取りましょう。あー、でもあれ詰んでる、こっち行けば詰まない。あ、詰んでるか、三八竜があるか。あー、ダメか。まあ、飛車打つか。
あれでもこれはつまなくね、あれ今相手手滑ったんじゃないの。これ2七金なら一手詰めでしたけどね。まあこういうことがあるんでね、粘るは正義っていう。これ30秒。金、まあでもまだ負けだろうな。飛車とか打っとく。なるか。いやでもこれ負けだよね。これ20秒。あでもあれまだ負けてないか。同流で桂馬とか打つか。あでもえ10秒。ダメかな。え、ああもう早っ。時間切れ。まあ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 、それから前にも言いましたけど、最近さ動画サイトでさよくふわっちとか流行ってるじゃないですかね。動画の生放送で稼ごうとか言ってさね、なんか視聴者からお金もらうサービスとか結構ありますけど、それに対抗してさニコニコ動画とかもさ、いずれなんか投げ銭システム作ってくれるんじゃないかとか思いますよね。あと YouTube でもスーパーチャットっていうシステムがあって、その YouTube のライブ中に視聴者から投げ銭もらえるシステムがあるんですよ。だけど私それ導入してないですからね。どうしてかって言ったら、視聴者からお金もらってしまったら自分の放送の独自性ってものが失われるからですよ。やっぱりさ、いくらね自分に対して支援してくれるっていうつもりでお金投げてくれたとしても、やっぱりお金もらっちゃったらさ、その視聴者の方の言うことを聞かざるを得なくなっちゃうじゃないですか。で、それによって、自分のやりたいことがちょっと抑制されてしまうだけじゃなくて、視聴者をさ、お金くれる人とくれない人で差別しちゃうっていうかさ、そういうことにもなりかねないんですよね。だから、お金は絶対受け取りません。だからさ、いわゆる YouTuber、有名 YouTuber と言われてるような、YouTube の動画でお金稼いで、それで生活してる人ってさ、やっぱり視聴者に嫌われたら視聴回数が減ってしまいますから、どうしてもさ大衆迎合的な動画になり、なりかやすいですよね。だって多くの人に嫌われたらダメなんだもん。多くの人に嫌われたら収入が減ってしまうと思うと、やっぱりさ多くの人に支持されないようなことは言えないですよね。だからさ、やっぱりその自分の芸術っていうかさ、動画とか生放送にあんまりそのね、視聴者との間にそのお金のやり取りってね、あんまりねしない方がいいかなーって思うんですよね。やっぱり私は視聴者の方から一切お金受け取らないし、 YouTube 自体を職業にしないことによって自分の言いたいことがいくらでも言えちゃうわけですよ。それ非常に強みですよね。あの有名な YouTuber、その視聴者数もすごく多い大手と言われてる人にはできないじゃないですか。大手になればなるほどやっぱり大衆迎合的になっちゃいますから、私は一切ね大衆迎合しないですから、視聴者迎合しないですからね。まあ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 、そんな感じでこれからもよろしくお願いします。